40ぐらいになってちょっと白髪が増えてきた。今までは息子とかにこう抜いてもらったんだけども、もう追っつかなくなってしまった、増えすぎてね。で、白髪が染まるタイプのカラーでお願いしますと言われた。さあ皆さんどうするか。今までだったら1対1だったら明るくすると白髪がどうしても浮いてしまうんですよ。または今度白髪を染めたかったらどうしても暗くなってしまうんですよ。明るさ優先かグレーをカバーする白髪染め優先か、どちらかに一つですよっていう話だったと思うんです、カウンセリングの時に。ですよね。で、それをまあ何とかしたいっていうのがイチゴカラーなんですけど、色持ち良くないですね。もう講習したらみんなこんな感じですよ。金髪、ちょっと黄色みを帯びてます。これモニターでね見てると、まあここから見ると このパソコンなんか金髪ですからね。だって色がついてないですよ。これブリーチでしかない。しかも綺麗に見えてない、全然。でこれ皆さん美容師さんなんですけど、で色を入れてなかったら全部ブリーチでしょ。はい、日本人は世界で一番色が抜ける、世界で一番抜ける、色が抜ける。みんな知ってそうだな、知ってそうだな。今年10月またインド行きます。で中国は上海と北京、また11回行ったことある。韓国は毎年行ってます。アメリカも毎年行ってます。でも毎日シャンプーしてると少ないもん。日本人でも毎日洗うのが普通だからね。中町、これみんなに見てもらわないと。ちょっとここまでにして、ちょっとごめんライトつけてください。ビビッドな明るい色が出ますからね。これ今日持ってきてるウィッグなんで、後でゆっくり見てて。今からちょっと真剣に勉強していきます。ヘアカラーの歴史から。過酸化水素水っていうのは1818年にフランスのテナールさんが発見したんですね。でジアミンっていうね、パラフェニレンジアミンってもともと黒に染まる成分なんですけども、1863年にドイツのホフマンさんが見つけた。これとこれを混ぜてアルカリを足して、フランスのモネーさんが1883年に今のあのヘアカラーの原型を作ったんですね。これ131年前、幕末明治になるちょっと前の時期っていうことになる。で日本だと明治に入ってから、明治の終わりの頃なんですね。明治46年で大正元年だったと思うんで、38年、1905年にパラフェニレンジアミンが入った。でさっきのパラフェニレンジアミンのこの時点では空気酸化でしかないんですね。空気酸化だから2時間から3時間かかってた。これどういうことかっていうと、チューブでピューッと絞ってキャップ8年にはもうすでに30分で染めるのができてた。96年前からもう30分で染まるヘアカラーっていうのがもう出来上がってたってことですね。今日私45分置いてる。みんな、え、そんなに時間置くんですか。そうじゃないんです。いちごカラーも平均標準放置タイムは30分です。これメーカーもそう書いてあります。だから普通30分なんですけど、今日の冒頭に言いました、0.08 ミリの人もいれば 0.05 ミリの人もいる、 0.15 ミリの人もいる。全部一振りに30分、これはおかしいでしょ。短い人もいれば長くする人もいるでしょ。それは1回やってみて前回の染まり具合がどうだ、色持ちが悪かったら酸化重合を進めるために少し時間を長く置くんだと。そういう努力をして一人一人カルテを書いてるんだったら一人一人に時間を合わせた方がいいですよと、まあ、そういうことを言ったわけですね。カラーの2液は今日最初に言いましたけど酸性である。 pH はボトルタイプは3とか 3.5 でバグタイプのものは4とか 4.5 なんですね、はい、髪の毛のメラニンはガスで分解される。過酸化水素がある一定条件のもとの2つの条件があるんですね。でそれを加えるとスーパーオキサイド、まあ、これ発生したばっかり の酸素のことなんです。これをちょっと見ていきます。過酸化水素の濃度、これ 6% でオキシドールが 3% ぐらいなんですね。である条件を与えると水と酸素に分解するわけですね。これを活性化すると言ってるんですけど、出来たての酸素なんです。これ出来たての酸素のことをスーパーオキサイドと言う。でこのスーパーオキサイドは時間が経てば普通の酸素になってしまう。だから普通の酸素の状態に戻ったらもう髪の毛ブリッジする力はありませんからね。だから酸素では明るくできない。だからスーパーオキサイドっていう出来たての酸素でないとダメなんですけど、これ pH 6.4 って書いてあるんですけど、ちょっとややこしい説明をしますね。ついてきてくださいね、初めての方。この2液はね、3とか4とか pH 言ってましたよね。
過酸化水素はね、もともと 6.4 なんで、過酸化水素ってたった 6% なんで、このボトルに入っているのが100だとすると、これだけしか過酸化水素が入ってないんですよ。これは分かりますね。この 100% の過酸化水素を別の容器に移すことができれば、ペンを測ったときに 6.4 であって、100% であればね、これ 6%、これ大丈夫ですかね。大丈夫ですね。で、6.4 なんですけど、これ 6.5 からもう分解が始まっちゃう。ほんのちょっとのアルカリを足したりとか、条件で明るくなる。もう一つの条件、それは何かっていうと、温度です。私たち学生の頃にこのオキシドールっていうのを使ってて髪の毛を明るくするっていうのが流行ったんですね。でこれね、塗ってドライヤーで乾かすっていう行為を繰り返さなきゃいけない。で今勉強して分かったのが、あの時乾かすっていうふうにみんな言ってたんですけど、あれは熱を与えることだったんですね。だから本当は知識があれば、髪の毛にオキシドールを塗ってビニールキャップかラップをかぶせて熱だけ与えとけばよかったんですけど、だからそうやって乾かしてたから一回じゃやっぱり明るくならなかったんですよ。ということで、ペーハーを上げるか加温するか、65度以上の加温するか、ペーハーを上げることで分解が始まる。このボトルの中に空気が入っちゃうと、空気っていろんなものが飛んでるんですよ。それはもう花粉症の人はよくわかると思う。花粉は飛んでるわ、いろんなものが飛んでる。そうするとペーハーなんかちょっと上がっちゃうんですね。少し上がっちゃう。そうするとこれ膨らんじゃう。活性化してガスと酸素と水に分かれちゃうと、そうしたら、まあ、保存することができない。商品価値がなくなってしまう。だから勝手にペーハーが上がらないようにリン酸という酸を加えてやって、ペーハーをだいたい3とか4とかにぐーっと低く設定して、今日皆さん初めての方にお配りしたこれ、これは塩基性アミノ酸、中身はアージニン、アルギニンなんですね。アルギニンって普通食品で、健康食品で売ってるんですけど、健康食品用のアルギニンは非常に溶けにくい水に、でこれは乳液に溶けやすいように加工してます。普通の食品用だと3倍ぐらい入れないとダメなんですね。これは全体のカラーの全体の 5% か 10% 入れれば、上がりにくい人でも非常に上がりやすくなります。なぜかこの中に入っている保存量のリン酸という酸を消してくれる働きがある。1回じゃちょっと分かりにくいかもしれませんけど、これ酸性が強すぎたらアルカリを足せば足すほど中和に近いような状態に持っていく、明るくなりにくくなるわけですね。中和するじゃないですか。たったの今日なんか 5g、 2液 100g、 2液をもっともっと増やす。そうするともうだんだん明るくなりにくいわけですね。それはなぜかって、この中にリン酸が含まれてるから、そのリン酸を消すために入れてます。で、まあまあそういうことなんですね。リン酸を消すためにストレートでもダメージがうんと減ってる。それは何かっていうと、還元剤を、まあ、今まではアルカリ領域で使ってたものを酸性領域で使えるようになったからですね。髪の毛を明るくする方法2つあります。スーパーオキサイドで内部で分解するライトナー型、髪の毛を大きく膨張させて中身半熟質ごとメラニンを外に、まあ、流出させるパウダーブリーチなんだから、今日のさっき言いましたよね、パウダーブリーチも1対5、しかも今日の AAP っていうのをもらったと思うんですけど、あれをちょっと入れるんですよ。全体の 5% と 10%、 1対5でマゼンタ君を使ってよく混ぜてください。1対2とか1対3のパウダーブリーチはまだ粒々が残ってるはずです、ね、あの粒々の周辺だけアルカリが強いんで、やっぱり髪の毛かなり傷んでしまう。でも1対5で混ぜて、私はパウダーブリーチは1対5から1対7の間よく使います。1対5よりも1対7の方が痛みにくい、乳液が多いから。1対7の人は上がりやすい人、1対5の人は上がりにくい人っていうふうに考えてもらった。でもダメージは今までの半分以下です。しかもパウダーブリーチが減らないからコストダウンに貢献します。本当材料屋さん泣かせかもしれない。パウダーブリーチなんかほんのちょっと入れればいいですよ。1対5は一番明るくなります。
根元が毛先になる数ヶ月先、数年先を考えて体力の温存、毛髪体力の温存、髪の毛が長い人がいらっしゃる。で、長く髪の毛伸ばしてらっしゃる、例えばそれが45センチぐらい長くなってる人、比較対象にならない。これは間違いなく25歳の銀行員の女の子、電話番号住所まで分かるような人の髪の毛を使っています。はい、これまず1対1の、実験で45分置いてます。これ34度の温度もかけてるし、さっきのウィックの実験と同じような条件でやってる。これ1回目、2回目、3回目、4回目、5回目、5回目はこれビビってますよ。乾かなかったんです。つまり1対1のヘアカラーの一番明るく染まるタイプをリタッチせずにずっと重ね塗りしていけば髪の毛はビビるってことですね。ビビります。それだけのアルカリ量があるってことですね。これ1対3、これでも1対3でやってもまだビビってませんからね。これがビビってる、これビビってない。1対5、1対7、1対10で髪の毛が一番明るくなってない、ここです、こっちです。これは中が放出してしまって中身がなくなってるから明るくなってるだけの話、ね、これが一番明るくなってます。1対5、一番傷んでないのはこのライン、1対10でもほぼ変わらないです。1対1も1対10も、つまりアルカリの強さとかアルカリの量はあんまり関係ないってことですよ。きっかけさえ作っておけばいいんです。だったら傷まない方を選んだ方がいいと思いますよ。その中で一番明るくなるのが1対5なんですよってことです。でこれがなぜかっていうのを今から説明します。今日の、今カラーシャンプーやってる、ね、モデルさんなんですけど、これなんですね。 5g のライトナーに AAP を 5g 足して2液を 100g、 これ1対20、普通の塗布量をすれば8なんですよ。でも今日もっと上がってると思う。それはなぜかというと、たっぷり塗ったからです。一番明るくなるのは1対5っていう話をしました。これが一番明るくなります。1対5です。20と100で、これとこれが何が違うのか、単純に他は同じなんですけど、ライトナーの量がただ4倍、だったらこれを4倍の塗布量をすれば12まで上がります。だからたっぷり塗ることです。じゃあどっちがダメージがあるか、こっちがダメージがある。なぜかアルカリを5倍にしかしてない、これはアルカリを20倍にしてる、こっちの方がダメージですね。これにちょっとこだわってます。2液悪くないんだよ。1液のアルカリを薄めて入れれば入れるほど痛み少なくなる。浜松に帰って、はい、1問目でしたね。1、2、3、ね、アメリカの2液を、ね、持って帰ってきました。3年前にこれは、20ボリュームが 6% で、アメリカ30ボリューム 9%、 40ボリューム 12%、私 12% 持って帰ってきたんです、40ボリューム。さあこれで実験しました。どのくらい明るくなったかっていうとね、同じ条件で45分置いたんですね。そうするとアメリカの2液 13.5 まで明るくなります。 13.5、 1対1の 6% だったら11までしか上がらないんです。で1対5のイチゴカラー風の1対5のまあ、割合で混ぜると 12.5 まで明るくなる。これなぜそうなるのか、皆さんおしゃれ染めで一番明るく染まる色って何色か知ってます？何を一番おしゃれ染め明るく染まると思います？おしゃれ染め、ゴールド系かイエロー系が一番明るくなるんですよ。それはなぜかって暗くなる色じゃないから、暗くならない、なりにくい色、つまり黄色が多いってことですね。一番明るく染まるやつって何レベルお持ちですか？一番からですね。14、明るくなります？あまりどのくらいお持ちですか？今からカラー剤を作ってもらいます。1対1で 60g 作りましょう。1液何 g ですか？30。2液は30ですよね。過酸化水素は1液2液どちらに含まれていますか？こっちですよね。何パーセントですか？6% ですよ ね、はい、ね、これ 30g の1液に対して2液を 30g、 しかもこれに 6% を使う。
混ぜた時に過酸化水素は何パーセントになってると思いますか。意味わかる。パーセントしかスーパー大きさで出ないんだ、混ぜた時に。混ぜた時点で何パーセントかによってスーパーオキサイドの量が決まるんで、国内のヘアカラーのどんなメーカーでも 6% の1対1は 3% を超えない。必ず 3% 未満になってるから、 3% 分のスーパーオキサイドが出て、それで明るくなるのは11まで。これは市販のカラーでもどれでも一緒、1対1であればね。それでは1試第2問、今のが分かれば第2問は簡単。アメリカの利益を持ってきました。アメリカの利益の40ボリュームで何パーセントか、倍の 12% で、 12% これ1液を 30g、 12% のアメリカの利益を持ってきて1対1で混ぜます。ここは何パーセントになってるでしょうか。これ簡単じゃん、数字を聞かえればいいじゃん。はい、え、はい、よろしいでしょうか。はい、もう分かったでしょう、何聞かえるか。え、問題分からないですか。もう簡単ですよ。今からイチゴカラーでやるね。イチゴカラー、 60g のイチゴカラーを作るんですけど、1液何 g ですか。 60g のイチゴカラー、1対1だから10。はい、これは50ですよね。はい、ね、6% 使うじゃないですか。はい、ね、さあ計算して、ここは何パーセントで使ってるんでしょう。これ初めての方書いてください。分かったらお菓子をあげます。市販のものもプロ用のものも含めて 6%、 1対1は必ず 3% で使ってるんですよ。そしたら 3% 分のスーパーオキサイドで必ず11までしか上がらないはずです。どんな髪の毛でも普通もであればね。で、アメリカの利益、これももう法律違反しちゃうので国内では使えないんですけどね。でも 6% だからここまで明るくなる。使う時点での過酸化水素濃度なんだってことですね。で、1対5のイチゴカラーの場合、混ぜて 5% 残ってるんですよ。で、12.5 まで明るくなります。はい、これが特許の内容ですよ。イチゴカラーの特許の内容。痛みも少なくなって明るくなります。今日の1対20なんかほぼ 6% に近いですよ。アルカリなんかほんのちょっとですからね。だから痛みはほとんど感じないです。今市販のもののカラーと、ね、プロ用のカラーとあんまり差がないじゃないですか、ね、プロだってなんかそんなに色持ちするわけでもなく、ね、だから自分で染めてる人結構多いと思うんですけど、今日の明るくするやつを1対20でやって、それから後でカラーをする。これプロ用ですね。だって自分でできないから。そういうプロならではの、プロでしかできない仕事をやっぱり美容室でやらないと、もう今後ないと思いますね。もう一つは、赤を黄色で考える癖をつけましょう。赤、青、黄色。素晴らしい、宇都宮の方にお尋ねしますけど。茶色。茶色を作ろうかなっていう時に、これ茶色に見える、茶色ですよね、茶色。この茶色を作る時に赤を黄色で一番たくさん使う色は赤を黄色のうちどれでしょう。一番はね、黄色なんです。でも今までずっと美容師やっててカラーずっとやってても赤を黄色で物って作ってないでしょ。だからね、色に対してはね、知識がないんですよ。本当は赤を黄色パレットにこう混ぜてキャンバスが髪の毛で色を塗るようなことができれば、私はそれが一番いいと思う。そう思いませんか。もうだって明るさは数字で示されてるし、もう最初から作られてる色じゃないですか、ね、あとアルファベットで表示されてる、もう作られてるもの、それは市販のものもプロのものも変わらない。だから私たちはもう本当のプロの仕事をしなきゃいけないということで、赤を黄色があれば何色でも作れますよというのを、まあ今後また展開していこうかなと。今までは普通のカラーのメーカーとディーラーさんがあってカラーの道っていうのをね作られてたんですけど、その上を皆さんね強制的に歩かされてるんで、他にそれようがなかったんですよ。それをまあ自分たちプロだから自分たちで道を作っていこうっていうのが私たちの今やり方なんですけど。
まあそういうことです。これをちゃんと伝えなきゃダメです。軽くなり続けます。2時間置いたら L なんか混ぜなくったって11レベルまでは明るくなります。今日 L 混ぜたから時間短縮できたんですね。L っていうのがあるんですよ。はい、これ他社の NB8 全部やりました。比較対象のためにこうなりました。はい、これが30分のライン、これが1時間のラインですね。ダントツで明るくなります。一度からダントツで明るくなります。男性モデルの人で全然染めてない人に左がけまず染めて30分置きました。右塗って1時間置きました。つまり左側は90分置いたことになる。でここまで明るくなる。今日は NB8 プラスにより明るく染まるようにってことで L っていうのを加えてるんですね。ほんのちょっとだけ25の8プラスに対して L を5グラムだけ足してるんですね。これ5対1なんですけど、そうするとまあまあ明るくなってます。すいません、いちごからこれちょっと参考にしないでください。私4日前にラボに行って、日は確かに一日仕事してるからアルカリがついてる、また手が荒れてる、だからやっぱ白くなります。痛いです。20分ぐらい痛いです。でも腕は健康だから何もありません、ね、白くならないんです。二液が悪いんじゃない、二液が悪いんじゃなくて指にアルカリが残ってる。はい、ライトナーとパウダーブリーチの違い。ライトナーはアンモニア、強アンモニア、もしくはアンモニア水と書いて、水と書いてありますね。パウダーブリーチはこういうのが入ってます。クリームブリーチはね、裏の成分見てください。脱洗剤って書いてあったらね、顆粒酸なんとかって書いてあるんだ。もうパウダーブリーチの代わりにクリームブリーチの中にこういうのが入ってると、これ脱洗するやつもありますけど、ただのアンモニアとかアンモニア水とか強アンモニアとか書いてあったらそれはライトナーです。今日持ってきたライトナーです。これも成分表見てください。アンダーレベルとアンダートーン、アンダーカラー、これちょっと後でね説明していきたいと思います。トーンっていうのは明るさじゃないの。例えば8トーンにしてくださいって言ってしまう。今日私レベルって言ってるんです、ね、本当はレベルなんです。トーンっていうのは、はい、これね下から2番目 2トーンだと思ってます。2トーン色によって全然違うし、明るさ、これ明るいじゃない、これ暗いじゃない。でトーンっていうのは色の濃さによって見える明るさのことを言ってるんです、ね、だから色の濃さと明るさ両方なんで、明るさだけだったらレベルです。これ補色です。今日のイチゴから見ていただければ分かるんですけど、ちょっと独特の赤みがあります。赤みを消すために今日は皆さんにお渡ししているのがこれ、ライドグリーン。これカラートリートメント、これを、全体の 5% から 20% 混ぜて塗ります。そうすると赤みが消えますよ。試してみます。赤みがあるライトグリーンで補色になるわけですね。でもあんまり出すぎるとやっぱ白が浮きやすいので 5% から 10% まず試してくださいということですね。酸化重合の話をしていこうかと思うんですけど、1対1のカラーの話、カラーやってもね1週間ぐらいで色抜けてるでしょ。色持ちってどのくらいって聞かれたらどのくらいって答えます？メーカーさん3週間4週間とか言うじゃないですか。嘘だってのはみんな知ってると思うんですよね。あ、白髪染めとか 6レベルぐらいの、まあ、あんまり明るくないカラーの話をしてるんで、明るいカラーでね1ヶ月はまずありえない。はい、一つずつ説明していきます。永久染毛料、永久というのはパーマネントっていう意味ですよね。パーマネント染毛料、これパーマネントヘアカラーという意味、パーマネントヘアカラー。永久に残る染料がジアミン類で、1863年にドイツのホフマンさんが発見したんだよね。で、酸素の力で化ける、重なり合って発色する、酸化重合発色という仕組みで染まっている。これがずっと残る染料なんですね。で5種類しかないんですよ。今151年経ってるんです。
パラフェニレンジアミンとか硫酸トレニーテゴジアミンとかってあと3つあるんですけどね、それが出せる色はこれ、これだけ黒。これね、グレーってちょっとねパソコンでこんな色しか出なかったけど、この黒が薄いグレーなんで、黒に近い色で、黒の薄いグレー、濃い茶色、茶色、明るい茶色、この5つだけ、これだけが髪の毛にずっと残るんですよ、シャンプーしてもジアミンでも。あとはね、全部抜けちゃいます。で、まず酸化重合の仕組みっていうのは、ほらチューブから絞った時はシブだったでしょ。だんだん空気の力と過酸化水素の力で、まあ中で酸素がスーパーオキサイドで酸化重合が始まるわけです。酸化重合って何か、中に入って重なり合う、一つのブドウの一粒が白だと思ってください。白、白のブドウの一粒が髪の毛の中に入って房みたいに元の状態にいっぱい重なる。そうすると中で大きくなる、だから抜けなくなる。シャンプーで流れ出ない染料というのは酸化重合発色の5色、色はこれだけ、あとの色は全部抜ける。これね、他のメーカーの香水絶対言わないから、言ったら墓穴掘るでしょ。普通のメーカーの香水はセールス香水、ある新発売のカラー剤を売り込むための講習会、またはそれを使い込むための講習会っていうのが普通定番だから、あんまり不利なこと言わないもんね。はい、あとね、抜ける染料、カップラー、ほとんどの色はこれでできてますでしょ。赤とか緑とか本当に残ってほしいのはでも膨らまないんですよ。ジアミンにほんのちょっとくっついてる、カップルになるからカップラー。でもこのカップルすぐ分かれちゃう、シャンプーですぐに分かれちゃう。6レベルっていう暗いレベルで色持ちは1ヶ月程度、シャンプー1日1回でね、シャンプー1日1回で、シャンプー1日1回30回で6レベルで退色できるようになってる。つまり通社したら2週間、明るい10レベル11レベルだったらシャンプー5回でのなくなっちゃいます。5回ぐらいから10回の間、だからもう通社してたら1週間持たない、色はって考えるとぴったし合うでしょ。皆さん営業でやってて色が抜けるっていうのね、そういうこと。あとはちょっとスパイス的なもの、ニトロセンティオ、チューブをピュッと絞った時に最初から出てる色がありますね。チューブに、チューブからピュッと絞った時に色がついてるね、これだと。でもこれ分子変わらないです、大きくならないんで、大きくならない、シャンプーしたらすぐ抜けるということは、チューブからピューッと出して色がついてる染料はそのからすぐ抜けるってこと。色が抜けないのは白い、白い染料が一番酸化重合だけなんで色が持ちますよ、そういうことです。簡単でしょ。はい、白髪染め、ここだけ残るよね、一瞬ここだけ残る。リムーバー使う、地肌に塗らないからよ、上手でしょ、上手に塗ってるでしょ。あとクリームもしっかり塗ってる。でもなぜかここクリーム塗らないためでしょ、ここ塗らなくてはつかないでしょ、なぜか知ってますか。毛根にはね、必ず皮脂腺っていう油が出る腺があるのね。で、ここは覆われてる、ここはね、汗の腺、汗腺、汗は染まるのよ。だからクリームは汗じゃなくて皮脂の代わりになってる。かぶれやすい人、ここが赤くなるよね、赤くなるよね、これ浸透するんですよ、ここが一番。だから気をつけて、きっちりこれ塗った。でも、じゃあね、塗らない美容室は素晴らしいよね、いいお店行ってると思うよってインストラクターが言ってたって言ってて、べったり塗るとこが多いんだ、ほとんど。でも今日さ、べったり塗ってないけど後で見てね、もう満足するに足るぐらいちゃんと染まってるから見て。今日ね、いちごからちょっと赤みが残る染料が、でもまあ2週間10日ぐらいシャンプーしたらその赤み消える。なぜか、赤という色は酸化重合の色にないから、結局は抜ける色なのね。でもそれが気になったらグリーン入れればいい、ライトグリーン、色は結局は抜けます。それとヘアカラーは白髪染め絶対に退色するように作ってある。なぜか、茶色に染まってる
色、全く退色しなかったら次にあの茶色に染める。重なったところは絶対焦げ茶になる。だから次にするときに重ねても焦げ茶にならないように必ず抜けるように作られている。それがカラーだ。絶対退色はなくはない。いちごカラーだと退色はする。意外とでも色の持ちはいいそうです。さあ、どちらが明るくなりますか。明るくなるのは1対5、ね、ライトな1対5で、痛むのはどっち。1対1。これ、ハムマスに伝えてない。ピンクベージュの10レベルがきれいに染まらない、色持ちが良くないのはなぜですか。これね、だいたいねカラーチャートを見せるくらいいけないのね。あのカラーチャートを見せると墓穴を掘るのよ。あれね、見せちゃダメ。あれないのダメ。そう、まあ美容学校で昭和の頃、イッシーは平成生まれでしょ、ね、平成生まれのさ、イッシーはさ、日本人の黒って何レベルってなかった。4レベル。お、今のね、最新の美容学校は3レベルって言ってるね。3。私たち5で習ってるから。で、まず3レベルにしよう。で、まず6レベルのおしゃれ染めでナチュラル系だったら着色はこれジアミンだからね、茶色のジアミン、ね、6レベルのまず真っ黒の3からスタートして、一旦は8まで明るくしてるんだけども着色して6に上がってる。そういうことなんですね。その場合8をアンダーレベルと言う。石分かる、この意味ね、ちょっと分かる、分かりにくい。色をつけるということは必ず暗くなるということね。つける色を見越して2つ暗くなるんだったら2つ上げましょうというのがアンダーレベル。ただ同時に行われてるから見えないんだよね。見えなくて下に潜ってるからアンダーレベル。でもパーマとか直後にかけてしまったらこれ抜けちゃうんじゃない。退色してすぐ明るくなる。アンダーレベルまではすごく明るくなる。これがおしゃれ染め。じゃあ8レベルのおしゃれ染めだとほら、明るくなるに従って染料が少なくなる。これ濃いでしょ。だんだん少なくなってる。明るくなればなるほど染料少なくなる。金髪みたいにしてください。染料濃く入れたら暗くなるじゃん。つまり明るさ重視にしたら色は濃く入れられない。ということを考えて、まず8レベル、6よりもちょっと明るくなってるから染料が 1.5 に減ってる。明るくなってるから。じゃあ 1.5 の着色だったら8レベルにするためには逆算すると 9.5 がアンダーレベルで着色 1.5、 仕上がりが8レベル。 OK ですね。大丈夫ですね。はい。で、白髪染めは今日一番最初に説明したんだけども、1対1であそこまで明るくなってたのな、ね、着色するのは4レベルだったら白髪が見えなくなるって言ってたんだけど、4レベル着色して8に上げるためにはアンダーは逆算すると12まで上げなきゃいけない。でも今日一番最初に見せたやつ、1対1の 6% の1対1は混ぜるとき 3% にしかなってない。 3% は11までしか上がらない。つまり11までしか上がらない。11で4レベル着色してごらんよ。7にしか上がらないってことね。でもアンダーが暗い分着色は 4.5 必要になる。計算すると 6.5 レベルしか染まらないはずになってる。だから 6.5 ぐらいですよ。理にかなう。本当に8レベルに染めたかったら12まで上げない。でも今の1対1は無理ってことになる。で、いちごカラーは同じ条件で明るくなります。12.5 まで明るくなるから。だから明るくなった分染料が少なくなって9レベルに染まる。いちごカラー明るく染まる。という理由。1回聞いてもね、わけわかんないでしょ。ただ3回、4回聞きに来る人がいるわけで。また来て。
大阪がいいよ、大阪。11まで上がって、アッシュを入れたら暗くなるの。だからこれ7レベルぐらいしかないはず。だから10レベルまで明るいアッシュなんて、1対1に混ぜたらないでしょ。暗くなっちゃうのね。退色したら明るさ見えてくるけど、退色したらアッシュじゃなくなってる。つまりアッシュで本当に10レベル保とうとしたら、アンダーを13とか12以上に上げないと。そして着色したら10まで上がる。でこれとこれ痛みが変わらない。でも本当に足の10レベルを実現しようと思ったら、これ白髪染めっぽいからこっちが痛みますよということに。さあ最後の問題、一心に答えてもらおう。よかったね、今日はね、平成前だもんね。リンスとコンディショナーとトリートメントの違いは何でしょう。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、答える前にさ、これ見て、これ見て、これもちゃんと浜松に持って帰ってもらうけど、これは違います。ほぼ大体こんな感じで習ってる人なんで、そう思えばよかったね。結構意地悪でしょ。でもそれさ、答えてから見せるんじゃなくてよかったよね。でもこう習ってるんでしょ、これ嘘なんだよ。そう、習ってるでしょ。どうですか。習ってますね。ね、はい、リンスって何ですか。リンスってどういう意味あると思います。これね、英語の問題かもしれない。多分流す、ゆすぐですよ、うん、じゃあトリートメントってどういう意味ですか。とどまるですか。ケアですか。ケアはケアの単語があるじゃないですか。はい、トリートメントの本来の意味知ってる人。治療はね、それはね、治療はね、医療って単語がねあるんですけども、メディカルトリートメントって言うんですよ。メディカルトリートメントが医療でも治療は違います。修復でもないです。トリートメントはね、処理するとか。何かのトラブルとか何かの状態に処置を行う、だから良くするとかそういう意味じゃない。ただ単にその処置を行うだけなんです。コンディショナーは状態を良くするためのものでしょ。でリンス流すだけです。リンスっておかしなもんでね、外資系のホテルに泊まるとリンスって書いてないんですよ。やっぱりコンディショナーとか、こう安いあのビジネスホテルに行ったらリンスインシャンプーが置いてあるんですけど、まあリンスしかないです。おかしいでしょ。あの正解はリンスとコンディショナー全く同じもの。アメリカの美容室ではコンディショナーっていうのしかないですから、リンス流すという、ゆすぐという。で向こうのトリートメントというのはディープコンディショナーって呼んでますね。濃いコンディショナー、まあ、濃いか薄いかの違い。このアメリカのコンディショナーは日本で一部でリンスと呼んでるだけの話です。でトリートメントっていうのはこれとの違いは何か。トリートメントの方がどっちかというと髪の毛にいいと言われる成分が入る。オイルのブレンドが非常にブレンド数が多いと。それからジメチコンに代表されるような抗凍剤もやっぱり含まれている場合の方が多いんではないか。結局髪の毛にツルツル感を与えたりとか、やっぱり手触り感をなくしてあげるっていう風な感じに思っていただいた方がいいと思います。トリートメント100回やっても多分髪の毛良くならない。多分じゃなくて良くならないと思う。パンテ